2022年の夏の気象条件から2023年の来年の花粉飛散傾向についてお送りします。来春のスギ・ヒノキ花粉は関東から西日本では2022年よりも多くなる予想です。一方、北日本や北陸では飛散量が減少すると予想しております。西日本を中心に飛散量が多くなりそうですね。続いて平年比について見ていきましょう。平年比2013年から2022年の平均との比較で見ていきますと、西日本はやや多く、東日本はおおむね平均並み、北日本はやや少ない予想です。全国平均では平年の約 112% となる予想です。今後もアプリ利用者を対象にスギの雄花調査を行っていきます。2023年の花粉飛散開始時期や飛散ピークについてまとめた第2回花粉飛散傾向を12月上旬に発表する予定です。ぜひ事前の対策にお役立てください。